はい、ピースケでサクセススペシャルやっていきたいと思います。今日はですね、サクチャレシリーズでございます。風なぎとごまたデッキいきたいと思います。まあ、選手権彼女の彼女キャラが3体で、普通の彼女2体のごまたです。でボーナスはこれが結構、これで練習とあれ稼げるので、得意練習と女性キャラっていうのが一気に稼げる状態になるので、ボーナス値としては一番高い。ただ、まあ、前回野手の方同様、なんつうのかな、デートがね、デート4股よりきついので、もうほんとずっとデートするみたいな感じにはなると思うんですが、まあね、こういうの狙ってこう。で、クリスマスとかはね、できたら心で行きたいんですよ。一番、まあ経験点多いからっていう意味なんですけど。なんで、もうデートでしか経験点稼げないので。あえてデート完走させないっていうのもありかもしれないですけど。どっちがいいのかな。とりあえず完走する方向で、評価は最後ちゃんと行くようにしたいんで。まあ、選手キャラがいるので、まあ、そっち、まあ、彼女キャラの評価だけ気をつければ大丈夫だと思うんですけどね。もしやってきた。で、あと、あと4っていうのもあるので、まあ、そこも気をつけつつですね。はい。エミリ、エアココロだな。はい。評価を上げて。よいしょ。イベントはどうなの？イベント強いのかな？まあ、コンボとかあったはずなので、まあそこそこっていう感じだとは思うんですけど、どっちがいいか。これか。とりあえずみんなの評価を上げまくって、評価ゲーでございます。どうしよう。この辺埋めてく。なんか金徳取れるぞ。マップ全然見てなかったんですけど、しかも変化ブースト来たし、あ、左キラーあるんだ。なるほど。回復力っていうのちょっと、彼女いっぱい積むとなんかこういうのが出やすてるみたいですね。あんま普段のデッキでは全然出てこないマスなので、面白い。彼女評価優先させたい気持ちはあるので、選手権じゃない方もね、この子たちは勝手には上がんないので。成功しろ。あ、失敗か。誰もいなき座右かな。どうしよう、どっから行こう。この上限は取っときたいな、一応。はい。心が全然いないんだよね。
いたけど、いけない。こういうのあったわ。はい。嘘。しかも、愚切った。まだ早い。伸びもらえるんだっけ。伸びをいっぱいもらっていく。いないな。はい、乾燥。コロさんがいらっしゃいません。これは心いた。来い。そのまま来い。そのまま来い。よし。あ、違う。ルルー。あ、ここもコンボある。どっちがいいんだろう。全然わかんないんだよね、コンボ。ヘビゲオゴールのコンボ。筋力技術もしくは変化精神。しかも下だと伸びもらえるだと。伸びをくれ。すごい女子たちだな。はい、どうしましょう。悩ましい。こっちかな。評価の方が大事だったりする。よし、行こう。やばくない？骨格来てなくない？お願いします。来ねー。コンボが来る。コンボが来るよ。こっちのコンボはどっちがいいんだ。二人ともまだ彼女じゃないので。あ、でもどう、サナの方がいいかな。あ、違う。サナ、花の方がいいかな。花。はいはい。3人いるね。評価はいってんだよな。変化レベル上げる。あー、来たけど、お前じゃない。やめろよ。どうしよう。みんな評価はいったな。評価はいったんだが、難しい。
呼んだら来るかな。頼む。来ねえ。来ねえ。マジどっちか来てくれ。全然来ない。片先輩もいらっしゃるね。違うんだよね。いやー渋い。え、虫歯叫んなよ。虫歯はふざけるな。いいっそ。いや、虫歯はふざけてるわ。ほら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 。こっち。ちょっと待って、虫歯はふざけてる。ちょっとサボり癖より厄介。だけだよ。うん、まあとりあえずもうデートしてこう。嘘でしょ。心。伸びクソもらえるデッキだなこれ。5もらっちゃったもんこれで。どうなんだろう。いやもう告白来てほしいね。印象くれた。ちょっと後イベが。はい。デートできんとしんどいんだよな。来い。あ、よかった来た。ありがとうございます。いやでもクリスマスとあれはお正月はきついな。行ってこい。まあ監督評価もあるけど。
気だな。はいはい。間に合ってくれよ。よし、だよい。じゃあ先にザヨやろう。上に来んのね。はい、めっちゃ風なぎが頑張ってる。あと告白は博多と2人。あーでも意外に勝負があるんだよね。はい。あで結構いいやつ持ってると後々選手キャラの彼女たちは楽かもしれない。あーやめよっかな。何がいいんだろう。パンでいっか。はい、レッツゴー。倒せ。そこは取れない。嘘。危ね。なんか落ちそうな位置に飛んだから怖かった。ちょびっとだな。あー変化は行きたいけど、まずデートだな。お願いしやす。オッケー。よし、これで告白、あ、エミリかと。ただ間に合う ?19 ターン。19ターン。今4月だから、3、で5、6、7、あと12回ぐらいか。とりあえず心いこう。いやーギリだね、デート。エミリー来てねーし。頼むー。
やってきた。で、井戸端いつ来るかだよね。来たー、来たぞ。でも逆に大丈夫かな、この割合だったら。デートが、まああとエミリーだけと考えて、この頃は練習すれば完走するから。練習すれば完走するから、いけるかな。ただどうなんだろう、そんな感想。どっちがいいんだっけこれ。ゲームセンター。 OK。 であと監督評価だよな、問題なのは。乗ってくれればいいんだけど。ほら、監督評価どうなってる。2位か。ちょっと一発いった方がいいような気がするんだけど。わで、エミリー完走できなくなっちゃったかな。よし、勝てるかな。普通に打たれそうなんだけど。お待たせいたしました。2番。オッケー。わあ、ダメだ。高心臓は結構重要だよね。 OK。 もう取る、勝てるかな。攻めたい、できれば。んで、
まあ、エミリーはあと1回デートして終わった方がいいよね。はい、終わってあとは評価上げる。どうしよう。心が心配カラオケ、はい、OK。 勝ってくれ。はい、いってらっしゃい。ランナー二塁という場面でサバ第一打席はレフトフライに倒れています。ボールカウントは2ボール1ストライク。投げました、ストライク。146キロストレート。伸びが結構効いてくれてる気がするんだが。3ボール2ストライクです。変化球、空振り三振。熊谷点取ってね、点を。メカニクス先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面でカツオ、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、外角低め、ボール。カウンター2ボール1ストライクです。打ちました、当たり、そこではショートゴロ、アウト。メカニクス、なおもピンチが続きます。第2球、投げました、ファーマーストライク。投球は3球目、投げた、入れ、空手三振。熊谷、オッケーオッケー。メカニクス、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー2塁という場面でうなぎ、今日はセンターフライとライトフライ。投げた、ボール。カウントは3ボール1ストライクです。ストレート外れてフォアボール。バッターは3番ウオイ、今日はサードゴロとフォアボール。投球これから2球目、ボール。外角低め、カウントは1ボール1ストライクです。次は4球目、投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。投球これから5球目、これは引っ掛けた、上下がった、サードグラウンド、ボールを掴みました。投げた、直球ストライク、アウトローへ。伸びのあるストレート、完全に外れた、ボール。カウント1ボール1ストライク。ボール投げた、見送ってボール。カウント2ボール2ストライクです。さあ6球目、ランナー自動的にスタート。打った、一塁間のゴロ。熊倉メース終われ、よし。はあ、次怖えな。で、彼女キャラは行ったから、あとはこの辺だよね。どうしようか。で、コツのおかげで、あ、ダメか。あれ？ってことはマックスってこと？マックスでしょ。ああ、マックスだ。コツと一緒に踏めば OK なので、どうしよう。スタミナブーストなんてないもんね。地味に経験点を。あ、オッケーオッケー。あと、いざよいを追えば、クリア。大丈夫かな？すげえ心配。意気揚々は、そうだよね。次取ればいいか。よろしくお願いします。できれば何もせず終わりたい。球児たちの負けてるよ。追加点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で周囲アウトロー、ボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。投げました、打った。投球ねえよな、やっぱストレート。
ートはボール。はっきりしたボール球。カウントは2。ゲイ。空振り三振。バッターは7番テイフ。直球ストライク。インローへ。いきなり150キロ。見送ってストライク。第3球を投げました。あっと引っ掛けた。オッケー。掴みました。これで2アウト。ランナーは2で変わりません。第2球。ボール。カウント1ボール1ストライク。見送ってストライク。伸びのあるストレート。安心なこれ。投げが低め。外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。オッケーナイスボール。空振り三振。メカニクス追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で関連。今日の第一打席はスイングアウト。ボールカウントはワンボールツーストライクです。ボールカウントはツーボールツーストライク。空振り三振。バッターは3番カウン。第一打席はレフトフライに倒れています。どうせお前だろ。あ、違う。第二球投げました。スライダー決まってストライク。第三球を投げました。外に逃げるスライダー。空振り三振。やつか持ってんの。しかもメカニクス追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でテイフ。第一打席はライアフライに倒れています。第3球はスライダー見送ってストライク。第4球を投げました。4球目空振り。第5球投げた。空振り三振。三振に切って取りました。バッターは8番リョーモ。第1打席初球引っ張った。1セキエキ1点入りました。2対0リョーモ。やばい。メカニクスなおもピンチが続きます。3点も取れるのかこいつら。投げた。低め見送ってストライク。投げた。空振り。第5球投げた。打ちました。スタンドに入りました。ファール。マジ怖い。危ない球。次が7球目。ランナー自動的にスタートします。三振。頼む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 。うわ負けた。ダメかやっぱサクッといけないね。どうだろう、これプラス1000点ぐらいかな。いけたとして、これで8000以上いってたら、8000、9000ぐらいいけてたら強いんだけど、多分いってないので無理かな。あ、全然ダメだこれ。勝ってても全然ダメだ。やっぱアヘヘンか。全然入った感じしなかったもんね。無理。とりあえずこれをクリアしときたい。はい。このデッキだとやっぱアヘヘンかなって、まあ一回やってみてどうしようか思ったんですけど、こんなもんでございました。というわけでボーナス積むだけじゃ無理だねやっぱ。はい、ということで、はい、まあ、ネタ会みたいになっちゃったんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さんピースな一日を。バイバイ。